共感の一例。友人が辛い表情をしているため自分も辛い。感情を持ち相手をハグしている共感。エンパシーは他者と喜怒哀楽の感情を共有することを指す。もしくはその感情のこと。例えば友人が辛い表情をしているとき、相手が辛い思いをしているのだということがわかるだけでなく、自分も辛い感情を持つのがこれである。通常は人間に、 本能的に備わっているものである。しかし、例えば反社会性パーソナリティ障害やサイコパスの人物では共感の欠如が見られる。近藤昭久は深い共感と直感を精神治療の根幹とした。共感性が例えば友情を生み出す。友人になったきっかけはなんとなくであることが多いがなんとなくの本性は共感性である。共感しない立場を取ると 子猫を憎むことを主張しているかのように受け取られ、不況を買う。動物においても類似の例はあり。例えば、コンラートローレンツはガンが湖に群れで舞い降り、また新たな餌場に移動する際に鳴き声を互いに聞くことで気分を共有するのだと論じている。人間は魅力的な人々、自分に似た人々、あるいは自らの民族的背景や、 国民的背景を共有している人々に類似点を見つけ、それに魅力を感じ、共感を抱く傾向がある。数値の違いや統計データにはさほど敏感ではない。故に、道徳、思いやり、優しさ、愛、良い隣人であること、正しいことをすること、そして世界をより良い場所にするなど良いことをしたいのであれば、共感は悪い指針であり、 良い人であるためには自精心と正義感とともに客観的な思いやりが必要だと哲学心理学協会の前会長を務めていたイエール大学心理学部教授ポール・ブルーム氏は主張している他人から共感されることは自分の存在を認めてもらいたという承認欲求を満たすことから傾聴し共感を示すことは精神的な援助となる百九十三年以来 一般人が共感を示す対話スキルを学んで、被災者や高齢者の話を傾聴し、心のケアを行う傾聴ボランティアが増加している。一般にカウンセリングでは、クライアントの苦しみや辛さを追体験し、できる限り分かってあげることを共感という。しかし、クライアントの個人的な経験によって発生した苦しみを他人がその場で理解することは現実には無理がある。 信ぶたさよこは、カウンセリングにおける共感に対して会議的な見方をしており、クライアントの身になって考えよう、共感しようと思ったことはないと述べている。強い共感を持つ人間たちは、一般的に見られる多くの鬱や、不安に関連する病気や症候群に悩む傾向がある。しかしながら、実際に共感によって、他人の感情がわかるのか、は、永遠の謎である。論理的には、 他人の感情は他人のものであり、それを確認する方法は実在しない。中国の思想家である創始の著書に、治魚楽という小編があり、そこでは橋の上に立って魚を見て、あれが魚の楽しみだという創始に対して、君は魚でないのになぜ魚の楽しみがわかるのか得ってかかる稽古の姿が描かれているが、論理的には稽古の言葉に反論するのは不可能である。 にもかかわらず、共感は感情を共有する方法として機能している。実際には本当に感情そのものを共有しているのではない点は重要である。例えば俳優は偽りの感情を想像することで観客の共感を引き出すことが可能である。ただし俳優は演技により架空の人物と自分自身の共感性を高め、偽りの感情を本物に近いものにすることもできる。 共感のしやすさを客観的に測定するテストとして、対人性反応性指標が広く用いられている。イリでは、他者の不幸福に共感する気持ちを評価する、共感的配慮、他者の立場に立って、物事を自然に考えることができるかどうかを評価する、視点取得、フィクションの人物に感情移入する傾向を評価する、空想、他者の不幸な境遇を我が身に置き換えて、 恐怖を感じる傾向を評価する個人的苦悩の4つの尺度で共感力を測定する。共感は他者の感じていることを自分の感覚として感じる感情的側面と相手の立場から見えるであろう状況を推測して分析する認知的側面によって成り立っている上記の4つの尺度のうち視点取得のみが 認知的共感に分類されており、他の三つは感情的共感に分類されている。また、共感力は他者の表情や声色といった社会的信号の感受性にも左右される。感情的共感の感情的ミラーリングメカニズムとは異なり、認知的共感は脳内のメンタライゼーションネットワークを活性化する。感情的な共感は交渉で裏目に出る可能性がある。 ほとんどの場合、代わりに認知的共感を使用する方が、はるかに効果的である。マーチン・ホフマンによれば、幼児期における共感の発達段階として、自己を投影した相手も、同じことを感じているであろうとする段階を経て、やがて自分の境遇とは異なる相手の様子を押し量る段階に達するとしている。人の自然な発達段階において阻害されると、共感することを欠如するようになる場合がある。 また、一般に、男性は、女性より共感性が低い傾向がある。病的な検知からは、反社会性パーソナリティ障害や自己愛性パーソナリティ、障害、自閉症やアスペルガー症候群の代表的な特徴とされる。精神医学では、まだ厳密に定義されていないが、先天的に極端に共感性が低いサイコパスと呼ばれる人たちもいる。サイモンバロン公演は、 アスペルガー症候群と自閉症の人は、一般的に認知的共感が低く、他の人の心を理解するのに苦労し、感情的共感も低いと指摘する。共感の欠如にもかかわらず、アスペルガー症候群と自閉症の人は、サイコパスらのように作詞と暴力の傾向を示さない。実は、アスペルガー症候群と自閉症の人はしばしば強い、道徳的規範を持っており、加害者よりも、 虐待の犠牲者になる可能性がより高い d s m i v TR ダイアグノスティッククライテリア4ナルシシスティックパーソナリティディスオーダー2000年 ABCD アゲンストエンパシーハット ABC 池田ダリチコイガラシノリコよくわかるヘルスコミュニケーションミネルバ処方柔らかアカデミズムわかるシリーズ2016年 ISBN 九百七十八から四から六二三ゼロ七七八六一 p p 百十から百十一 a b c 課内二千十三 p p 六十から六十五 m d 3にピレーブレーンサイエンスツインプルーブユアリレーションシップスハーバードヘルスブログ二千二十年十一月三日閲覧日経サイエンス二千十三年二月号サイコパス特集 ありがとうございます。